同時にマスクをあげるという よいしょ。じゃあ本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと僕の方もツイキャスオンにしてから始めましょうね。はい。これ始めていい？うん？なんでいいよ。はい、じゃあ行きまーす。はい。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。本日は急遽ですがこの方が来ております。自己紹介をどうぞ。サッチーの旦那のリク・カイ・クーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ね、急遽私がね、出てって言ったんだよね。あの病院帰りですそう、病院帰りにもついでに出てくれって言って私がお願いしました今日。では、番組の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、めっちゃ飲んでるね。うん。緊張してる？うん。うん？してない？うん。うん、じゃあいいや。では、早速一曲いきたいと思います。お願いします。今週の一曲は、ザ・ドリフターズで、いい湯だな、です。どうぞー。本当針が出てきたね。何が今日はね、ババンババンバンバン、茶飲みにゃん茶飲み、ちょっとツイキャスから先に、ひな大好きさんが、陸海空さん来たって来てる。なんで？そっか、カープボーイさん赤獅子の言ってたんだよね。そうよ。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。うん、森和子さんとノーリーと仲良しで、うんうんうん、カープボーイさん。愛知とどこ行ってたんだっけ？うん、愛知とどこ行ってたんだっけ？あっちってわかんない。愛知、うん、こいつなんかって言えや。なんかあっちってどっち？あっちはあっちよ、分からんしケンさん乗ってるよケンさん乗ってるよ、カップボーイさん本名を出さないでください突っ込んでよ。今日めっちゃ朝ゆっくりだったよね。今日ね。ね、めっちゃね。
いいね、休めてよかったらね。ね。発想？何の発想？言った通りですね。まあいいか。はい。はい、まずは。さっきのそうそう、うん、関わるんじゃないか。うん、関わるよ。はい、あと20秒ぐらいです。はい、マイク開けます。はい、お聞きいただいたのはザ・ドリフターズでいい湯だなでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマはお風呂エピソードです。というのも、11月26日が語呂合わせでいい風呂の日らしいので、今回はお風呂をちょっとテーマにしてみました。キャスの方が早速来てますので紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんさっちー、こんばんさっちー、あら、お隣にいるのはまさかまさか陸海空さん来たーと来てますよ。カープボーイさんが、さっちーケンさんって来てるよ。カープボーイさん、本名言わんで。皆さん、こんばんわんわんわん。わん。先週、赤字地デビルの、紅葉ツアー行ってきたよ。なんか暑さが続いたから、紅葉がまだ少ししかしてなかったお寺にいっぱい行って、階段地獄だったけど、とっても良かった。食べ物も良かったし、愛知県で桜祭りやってたよ。桜祭り？この時期桜咲くがあるらしい。あるんだね。初めて知った。ヤンポーさん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。茶飲み、そう、うん、私の横で茶飲みしております。すでに出来上がっていますね。陸海空さん。うん。うん。まだ。まだ？うん。まだなの？うん。9割ぐらい。9割。そんなにな。そんなにな。もうできるやつや。埼玉の郷さん、サッチーさん、陸海空さん、こんばんみ。こんばんみ。ヤンポーさん、揚げ揚げ飯の本、今日発送されたって通知来た。そんな。あ、第2弾ですね。第2弾。第2弾。か、買う？買う。買う。うん。じゃあ、後でコンビニ行こう。カープボーイさん、お風呂か。そういえば、湯の花がなくなったから今年からもう入らないんだったら入浴剤買わんといけないよ。でも今年寒くなるかな、そこまでと来ております。埼玉の郷さん、テーマお風呂エピソード。子供の頃から長湯でしたね。子供の頃は漫画本を読んだり雑誌読んだり、子供の頃からお風呂時間は大事にしてましたね。今はラジオを聞きながらお風呂入ってますねと来ております。うん、わかる、最高。ラジオ聞きながらお風呂最高。ちなみに陸海空さん、はい、お風呂のエピソード何かありますか？ソープランド。なんでソープランドが出てくる、ね、そこで。おい。初めて行ったのが、10代の頃かな。どこに？入り口に若いねえたがいてから。なんでよ。中入ったらおばさんたびけよ。意味がわからない。自分俺より年上びけよ。ダメ。ダメ？うん、ダメ。ダメさ、他にエピソードあったでしょ？うん。先月？先月、うん、先月ぐらい。先月かな。湯船の中でシャワーを浴びて、うん、シャンプーして、うん、その立ったままよ。うん、そのシャンプーの石鹸で足を滑らして、うん、すってんころりんして、うん、湯船の、角っていうか
うん、角、角。うん、あそこに脇腹打って、うん、病院送り。病院、え、病院行ってないやし。病院行ってないやし。もう、めっちゃ痛かった。頭痛かったわけよかったけど。うん、助けてくれって言って、私がブチ切れてたもんね、うん、その時ね、酔っ払ってて。キャンさん、なんかお風呂エピソードありますか？お風呂エピソードですか？はい。そうですね。僕は中学校2年生の時に、はいはい、あの全身麻酔の手術、最後の手術受けたんですよ。はい。で、右手も手術して、はい、左手も手術して、はい、左足も手術してるので、お風呂なんか自分で入れないわけですよ。ああ。あの、看護師さんに、解除してもらって。解除してもらってお風呂入るんですけど、はい。まあ、思春期の男の子が、うんうん、まあ、女性にお風呂入れられるという。ああ何とも言えない、なんていうんですか、こう恥ずかしい思いをしました。あ、私、解除されてもらった経験がないからな。私も一応足、3年前かな？手術した後、ギブス2週間してたんですけど、その時はもう、あれか、なんだっけ、袋、はい、サランラップじゃない、袋だよ。袋か。袋をぐるぐる巻きにして水が入らないようにして、やってなんとか入ったかな。うん。うん。解除してもらったことないかもしれない。解除する側だからな。逆にする側だからね、うちらね。うん。そうだね。では、DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネームヒンチサンドーさんからいただきました。キャン、サッチーキャンチーこんばんちこんばんちして、お風呂といえば俺が小学校の頃は五右衛門風呂でした。五右衛門風呂、おー、いいな、いいな、うん、巻き拾いが死に難儀だった。しかもお風呂に入るのは夜だけだし、なぜか、お風呂場は囲いがなかったんですは、はっきり言えば丸見えです。うんうん、丸見え、確かに壁はありませんでした。キャンチーサッチーは壁がないお風呂に入ったことあるね？多分ないはずね。それじゃあ安心やーと来ております。壁がないお風呂入ったことある？ドラム缶で一回やったんだけど。ドラム缶？うん、うん、ドラム缶にね、うん、なんていうの、ドラム缶に、うん、一応下は巻きでよ、うん、でお湯沸かして、うん、そこに木の板、板、うん、を沈めて、うん、その上に火傷しないように、うん、やって入ったんだけど、うんうん、冷たかった。冷たいんかい。冷たいんかい。全然沸かない、全然沸かない。なんで、普通逆だと思ってたけど、めっちゃ熱いと思ってたけど、全然沸かなかった。そうなの、うん。メールの方に行きたいと思います。お願いします。ラジオネーム、ナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。お風呂エピソード、旅行中にある町のスーパー銭湯兼ホテルで泊まった時のこと。自分はメガネを外すと字が見えないと、字をよく見ないと見えません。大浴場に入って普通にお風呂に入ろうとしたら、熱っ！通常より水温の熱いお風呂が分からず普通に入ってしまったのでしたと来ております。なんかスーパー銭湯とかあるあるじゃない、そういうの、うん、自分も、うん、銭湯はよく行ったんで、あ、銭湯も、うん、熱い熱い、うん、熱い、確かに熱い、銭湯のお湯は熱いよね、うん、熱い。慣れるまでじゃない？だけど、うん、慣れたらいいんだけど、うん、やっぱうちの人なのかな、長湯ができなかった、暑すぎて。あ、次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、陸海空さん、こんばん。サッチー、こんばん。サッチー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、お風呂エピソード。お風呂ということで、いつもシャワーだけで済ませる僕ですが、
たまに気分で、湯船に浸かることもあります。そこで入浴剤を入れてポカポカします。お風呂といえば今年埼玉に行った際に泊まったホテルの露天風呂が気持ちよかったっすと来ております。露天風呂、露天風呂ね。私露天風呂まだ一回も入ったことないな。うん、自分も恥かさだから露天風呂は無理だから。無理、うん、無理なの無理さなんで。あ、昨日なんか言ってたね。昨日なんか夜中そういう話をしてたね。キャスの方で埼玉の郷さん。10年前両親と同居していた時、父親が、右肩を骨折してしまい、2ヶ月お風呂の介助をしていましたね。しかも今の工場に転勤して半年後で、まだまだ忙しい時期だったから21時に、帰宅し、父親のお風呂介護をして、それからご飯食べだったな。疲れすぎて急性膵炎で入院しました。あいやーな、あいえな、あいえな。あー、おふ、いくら父親とはいえね、介助もするのは大変だからね。うん、入浴介助はね、うん、一番神経使いますからね。まあまあ神経使うね。特に骨折だったら余計じゃん、うん、痛いしね、痛いっていうし。私はまだ骨折したことないんだよな。リカル？ない。ない？うん。骨丈夫だね。うん。今日ひびは入ってるけど。入ってるんかい。自力で治したり。自力でな、病院行け。病院行け。肋骨ずれてもカチッてはまったし。意味わからん。うとるさよ。そうだな。あとなんか。沖縄大好きさんがすってんコロリンびっくりマークってきてます。めっちゃ痛いよ。痛いよね、そりゃ。ヤンポーさんが、台風の時に目の前からボイラーのタンクが流れてきよった。死に石油過剰しよったってきよってきてます。そりゃそりゃそうだ。よくあるね、水タンクが西に転がってるのね。ありますよね。台風後ね。あるあるだね。そんな感じでボイラーも転がってる。ボイラーも転がるもんなの？逆に思ってた。ネジが甘かったんじゃない？ああ、うん、止めるのがってこと？うん。あ、でも、まあタンクは私も見たことある。水タンクは。ああいうやつだって風とかで微妙に揺れるさ。うんうん。これネジが緩んでいくわけよ。うんうんうん。振動で。うん。こういうのもちゃんとチェックしないとね。ああ。うん、埼玉の郷さんが当時27歳で何も分からず、姉が介護士だけど家庭があるから相談できなかった泣きと来てますね。27、私27歳の時ちょうど介護、何やってたかな、デイサービスだったはず、その時。デイサービス勤務してたはず。うん、俺、27は、何してた？ D3 乗ってたな。なんて？D3 って何ね。ブルドーザー。あはそんな用語言われてもおからんし。重機ね、うん、重機のやしてたのね、うん。私お風呂、私もお風呂あれだな、長湯最近できないな。長湯したらなんかのぼせそうでね。特に冬場だとのぼせるし、うん、急激に冷えたら風邪ひくし、っていうのがあって、長湯はできないな。まあ、小さい頃だったら、ちっちゃい湯船にお父さんと入って、1から10まで数えたら出ようね、みたいなのをやってたけど。うん、あるあるじゃない？ちっちゃい頃、うん、長湯しないから。僕がたまに湯船に浸かるさ。うん。それは、湯船に浸かって、うん、毛穴を広げて、うん、全部の汚れを洗い落とすために湯船に使ってるわけ。うん、そりゃ知ってる。うん、うん、知ってるよ。うん、でも遊んでないよ。あ、知ってるよ。遊んでないよって。ビールとか飲んでるよ。飲んでるでしょ。飲んでるでしょ。飲んでるんだ。埼玉の郷さん、うちのワイフの読谷の実家のお風呂の浴槽は物置になっていて、お重でかい
鍋が入ってます。あ、いや、うん、まあ沖縄あるあるだね。うち金魚入れたことあるな。金魚、あ、まあ祭りで取ったやつよ。なんでよ、水槽がないからさ。水槽買え。普通買うでしょ。うんうんうん、ヤンポーさんが、26歳から JA だから27歳は JA 沖縄に合併した年だなぁと来てますね。おー、そうなの。そんなに JA か JA 沖縄になった時なの？ん？結構なるってことじゃん。かな？私もわかんない。俺、うちの中じゃないから。あれ？うちの中だよね。うん。うん。うちの中だよね。うん。うん。でも15年ぐらい、どこだった？兵庫にいたんでしょ？うん。だからわからないってこと？うん。沖縄の道もわからない。うん。うん。な。うん。な。迷子になるしね。うん。目の前のローソンがおるからな。うん。うん。逆方向に歩いていくしな。ね。うん、私、それびっくりしたよ。いきなり伊佐交差点にいるって言うから。なんでよって思ったよ。この間。先週の収録の時に。だから先週出られんかったんで。本当は先週も出てって言ってたんだよね、私ね。うん。出てって。俺をコンビニに捨てていけって言って。飲み物飲みたかったからでしょ。うん。で、信号が青だなと思って、バーッと走って、信号渡って、うん。すぐ目の前なのに、逆に歩いてってしまった。いやいや、斜め向かいだからね、コンビニの。うん。そりゃ分かろう。そりゃ分かろう。何回か来てるでしょ、一緒に。うん。信号に夢中になってよ。いやいや、信号に夢中じゃなくて、飲み物に夢中でしょ。うん、そう。バレてるよ。埼玉の郷さん、子供の頃よく父親と健康ランドに行ってましたね。お風呂上がりのアイスクリームが美味しかったと聞いてます。ね、私銭湯に小学校の時だったかな、違うか、中学生ぐらいかな、修学旅行のちょっと前ぐらいに友達と行こうってなって、近場の、まあ、あの時は、ごいくにあったけど。銭湯？うん、銭湯が。銭湯に行って、友達と、お風呂上がりに牛乳飲もうって言って、牛乳飲んだ記憶があるな。お腹壊した。お腹壊してない。皮膚にお願いして。なんで？牛乳持ってくるよ。どこに？お家にな？うん。いやいやいや、皮膚みさんは、たまに会うのはいいけど、毎週会うのもな。あ、怖いな。あんた怖いよね。なぁ。怖くはないけど、優しいお兄さんだけど。でも、そうでもないでしょ、リクは。うん、一旦そろそろ来週のテーマいきましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、好きなお鍋です。まあ、寒くなってきたので、そろそろお鍋の時期かな。俺、焼き物が好きだな。何や、え？何もん？好きなお鍋だろ、やちむんさ。やちむん？鍋料理だろ。うん、鍋料理。うん、料理って言いなさい。うん、そこを突っ込まれるか。ヤンポーさん、千葉に住んでいた時、真冬の2月に、冷水で3日間お風呂に入った。やば。え？冷水で3日間お風呂入るって。やばくね。うん、血圧も上がるしね。うん、上がるのか。相当上がるよ。そうなの。うん。いや、内地で冷水でって怖いですね。凍るよ。うん。脳みそやばくなるよ。やばくなるわけ。血が上がりすぎて。あ、そういうことか。うん。なるほどなるほど。ちなみにリックさん。はい。多分来週はあなた出れないと思うので。はい。好きな鍋料理聞いときましょうか。うん、シンプルに水炊き。水炊き、美味しいですね。美味しいね。私は来週用かな。うん、先にリークだけ聞いとこうかなと思って、うん、豆乳にする。なんで豆乳よ。私豆乳嫌い。うん。ヤンポーさん、ガス切られた。ガス切られた、やばいでしょ、ガス切られたら。うん、まず、うん、電気、あ、ガス、うん、電気、うん、で、最後に水だから。あ、切られる順番が、うん、なんであんたわかんの。
経験者です。あ、経験者かい経験者かい埼玉の5さん、コロナ前の飲み会では、飲み屋街の中で、なんていうのこれ、雑魚寝です。雑魚寝できる健康ランドがあったから、ビジネスホテルより安かったからよく利用しましたよと来てますね。健康ランドって沖縄にあったっけ？リッカリッカ湯があったね。あ、リッカリッカ湯か。あっち健康ランドなの？わからん。あ、わからんのか。アメリカ湯とかのこと。あれ方言か。あれ方言ね。そろそろお時間でしょうか。はい、あと30秒ぐらいですね。締めましょうか。はい、では、はい、また来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキサーのキャンと旦那のリクカイクーでした。ではまた来週。はい、ありがとうございました。バイバーイ。リッカリッカ言うがあったの。リッカリッカ言う。行ったことないな。行ったことないな。まあ、俺基本銭湯とかあんまり好きじゃないからよ。まあね。人前で裸を見られるのが嫌でしょ。いや。なんかうちのアンチあるあるだよね。で、同じ湯船に入るっていうのも嫌。ああ、蹴られてたね、夜中。鉄壁師匠。鉄壁師匠。まあ、でも行かないと思うけど。まだ行かんけど。お若いニニタが入ってたら入るよ。ああそこに、見てきた汚らしい人が入ってたらもう絶対入らない。ああそこか。そこか、そこか。私、来週のテーマギリギリまで迷ったんで、実はといえば。好きな鍋にしたの。だから。鍋料理にしたの。鍋屋かんでもいいさ。鍋屋か。鍋料理だろうに。うん。好きなラビットレア、どんな形かになるってことでしょ、うん、いいよ。 X でちゃんと鍋料理ってするから、うんうん、好きな鍋やかんかな。なんでよ、なんでよ。鍋やかん好きだよ。なんでよ、うん、なんでよ。意地見たくなる。なんで意味がわからない。意味がわからない。多分俺年入れたと思うけど。あれそうなの。わからんわからんのに言うか。あ、違ったんじゃない、あの天然温泉アロマ。あ、なんかあったな。うん、ドンキの隣。あっちはなんかハイバルらへんのさ。あっちなくなってるよ。あっちなくなった。うん。いや、ウートウトやしさ。いや、ウートウト。なんでよや。露天風呂で体流せないので入る人を下打ちしちゃいも。わお。埼玉の郷さんが。あ、入る前にね。入る人に下打ちしちゃうって。私、でも今銭湯って揚げ座に一軒しかないらしいわけ。うん。うん。だから場所はなんとなく知ってるけど、いっぱい来るね、本当に。何が？メッセージね。ああ、キャス？うん。うん、キャスいっぱい来るよ。うん。まあ、自分のやつではなかなか来ないけどね。ゴシゴシ、ゴシゴシ。ああ、そっか。露天風呂に入るときは体流さないで入らないとダメなのよって。足湯ってやつ。足湯じゃない。足湯か。とりあえず流して入るんでしょ。それ最低のモラルってよ。うん、そうよ。そのぐらい知ってるけどさ。私も場所は知ってるけど、ほとんど行ったことがない場所ばっかりなんだよね。わかりませんよ。どこ？天然温泉が。どこ？海。海かい。深海湯があちこちなってる。海かい。この池が。あ、池。池っていうかあれでしょ、なんか水たまりみたいな。うん、夏高校よ。あれね、夏場ね。うん、夏場は確かにあち高校。海で泳いで体が冷えるさ。うん、その場所知ってるから、そこへんだいぶ座って、あはあったまったって、また泳ぎに行くわけよ。サウナかよ。サウナみたいさ。
お、時間ですね。ですね。また来週。はい、ありがとうございました。お、コインがなぜか溜まっているっていう。本当だ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。